5、4、3、2、1、0。黙祷。から聞かれるのはどうして日本の国民ってそんなに落ち着いてるのかっていう質問が多かったんですよね。特に震災後、どうしてなんかみんなが日本の政府が言ってることをそんなにこうあんまり疑問を持たずに信じてるっていうのは結構こう、まあ、そういうような声が多かったんですけれども、今日みたいにこうみんなで集まって、やっぱりその自分の不満とか自分の、まあ、怖いなと思ってるその気持ちも、ちゃんと表面に出してやっていけばいいんじゃないですかね、うん、と思います。今私なんかよくバッジとかワッペンとかつけて電車に乗ってるんですけど、そうすると電車の中でよく声かけられるんですよ。今日どこかでデモあるんですかとか、私はこの前鎌倉にデモに行きましたとか、また話してくださる人も多いし、本当にそういう出会いが本当今日常の中ですごく増えてっていうことにすごい素晴らしい手応え感じてます。なんか今までってそのいろんな政治問題とか社会問題とかってあるけど、結構当事者はすごい少なくて、その当事者がかわいそうだから応援しましょうみたいなのだったりとか、あとはすごい外国の戦争の問題だったりとか、その本当はそれって全部自分のこととつながってるはずなんだけど、やっぱそこまでやっぱつながってない感じでみんな思っちゃうじゃないですか。それで一言みたいな感覚になる。でも今度のなんか、ね、地震があって原発があって、その水道とか水とか空気とかなんか魚とかね、そういうものってのはなんかもう本当にもろに実害があるって、もう誰の目にも分かる感じだから、デモはもうなるべくその、まあ自分のセンスでやれるようなのがいいと思うんですよ。でなんか結構特定の団体とか特定の政党とかなんか結構 色がある人たちがやると、やっぱその色に合わせる感じになるじゃないですか。どうしても合わせなくてもいいんだけど、なんとなく合わせた方がいいのかなとか、酒飲んでいったら怒られるんじゃないかとかね、そういうのがあるけど、やっぱなるべくそういうのがなく、もう、まあ、誰でも本当に、まあ、素人の欄って名前もそうなんですけど、もう本当に素人でもいいから、とりあえずもう勝手にやっちゃえばいいんじゃないのっていうか、そういう感じのができればいいなと思ってて、で一応サウンドデモっていう形を取ったり、あとなんか趣旨とかそういうのもなんかあんまりなんかね、ごちゃごちゃごちゃ細かいことあんまなるべく言わないようにしたりとか、その本当に自分のセンスで参加できるような形を取れば一番面白いんじゃないかなと思ってて、そうするともうなんかバンドやってる人は音楽やるし、パフォーマンスやってる人はなんかやったりとか、物作る人は物作ってきたりとかで、普通に今まで通りにスプレー飛行とかやりたい人はやるし、そういう感じが一番いいなと思ってたけど、なんか、うん、まあ、そんな感じに流れになってるからすごいいいなと思います、うん、皆さん、はい、皆さん、はい、あと30分で閉店らしいです。
都度その都度は問題意識持ったり反対をしたりデモにも行ったことがあると思うんだけれども、ずっとちょっと最近ではもう一言のようにちょっと置いてるような感じを自分でもしていたので、改めて反対と思ってた時期もあったのに、ある時期からまあこれはしょうがないのかなって思い込んでた、思い込まされてた自分に対してね、ちょっと残念だし悔しいし、ここでやっぱり何か動いたり見たり聞いたりあるいは発信したりとか、そういったことが大事かなと思っています。本当に食べてていいのか飲んでていいのか普通に暮らしてていいのかっていうのは、ある程度この年だったら自分はまあいいかっていう気持ちはなくはないんだけれども、そうじゃない若い人たちや子どもたちや自分の中では判断できなかったり生活力やそういったものがない人たちに対してある種の押し付けてるわけなんだから、それやってていいのかっていう気持ちはありますよね、うん、で不安に思ってる人も周りにやっぱいるし、怒りだけじゃなくてやっぱりそのもう守らなきゃいけないのは子供たちなんだから、僕らじゃなくて子供たちを守らなければいけないので、だからもうちょっとやっぱり愛のあるメッセージも必要だなと思っています。あ、割烹着デモに来てきました。あれ持ってこようか。そういうお母さん的な発想からはなんかそういう戦争とかそういうものって生まれないんじゃないのかなと思って、で自分が今結婚してなかったり子供がいなかったりするのもなんかそういう部分が欠如してると良くないかなと思ってお母さんになろうと思って。お母さんになるんですね。あ、そう、ごめんなさい長くて。でこれをプリントした割烹着を。デモしてるとなんか結構最近はそうでもないんですけど、4月の段階とかだとデモしてるだけで結構何やってんだよみたいに思われてるのを感じるんですけど、その人たちにこれを言いたかった。普通の状態じゃないんだよ、間に合わないんだよ。エネルギーシフトバレーの方は、6月11日に代々木公園ですね、代々木公園の欅並木に、皆さん集合していただいて、ショートの何のデモが1万5000人を 前から集まってて、それだけで結構大型だねって言われたりするんですけど、まだまだ仲間と連携して情報交換をしたりとか、まあ、その各自治体で何ができるかということを共有して、初めてデモやパレードに参加する人はたくさんいらっしゃると思いますね。だから4月10日の高円寺のデモで、まあ主催者がどう予測していたかは分かりませんけど、私もまあ 2,3 千人は来るかなと思ってましたけど、1万人軽く超えちゃったっていうのはちょっと予想外。やはりそれだけ関心が強いし危機感が強いし、やはり何らかの意思を表明したいっていう、今全国のアクションのサイトの賛同人のメッセージを見ても、やはり今まで知らなかったとか、やそれ自身がやはり恥ずかしいとか、やっぱり何とかしたいっていう、何とかもう声を上げたい、参加できなくても思いはそこにデモに参加してるっていう声や、やはり10年20年数十年先の子どもたち未来のために自分たちが責任があるんだっていう、そういうメッセージが基本的なトーンですよね。だからこれは一時的なアクションに終わらない、かなり社会的文化的な価値観も含めたこの新しい動きになる感覚を感じますね。人が行動するためにはやっぱり情報が必要なんですよね。で、その情報というものをコントロールすることによって市民の行動をコントロールしてきた。それが、まあ、日本の統治構造の、まあ、一つの秘訣だったわけです。で、その統治構造の一部をメディアが担ってしまっている、メディアがその一部になってしまっている、そこがちょっとどうなのよ、おかしいんじゃないというふうに僕は思うんです。国民というのはただただ管理されるだけの存在じゃないはず、我々こそが主権者だ、
そういう意識をやはり持つべきじゃないかなと思うんですね。だとしたら自分たちがまず考え判断し、情報を自分から得て、その情報の編集を行い、そして発信していく、そういうことがとても大事なことで、行動という時の今までのイメージというのは本当に文字通りのデモ、時には暴力的なゲバルトなどをイメージしたことされることが多かったと思うんです。でもデモっていうのはね、デモンストレーションというのは暴力行為じゃない、ゲバルトじゃないんですね。本来人々が自分の意思を表明するということで、これは憲法上の権利でもある、あるいは政徳的な権利、人間にそれぞれに備わっている権利のはずです。人が自分の意思をあらわにする、あるいは情報を発信する権利と言ってもいいと思うんですね。その情報を発信する権利を具体化する手段が今ソーシャルネットワークの発達とともに我々の手にね、入れることができただと思うんですね。それはもしかすると僕らのその情報のあり方、情報の受信発信のあり方、そして行動のあり方を変えてしまい、社会のありようも変えてしまうかもしれない。まだかもですけどね。まあみんな黙っているよね。それはそのこれまでもずっと黙ってきたのでっていうこともあるのかもしれないし、一番その私が感じているのは、例えばその国とかね、東京電力のような大きな権力があったりとか大きな資本があったりすることに対して反抗するのが怖い、なんかすごいその反抗してもダメなんじゃないかとか、自分が何か言ったって、何もならないんじゃないのか、つまり自分たちのことを無力だと感じている人が日本にはすごく多いんだよね。黙っていることが実はその美徳だというふうに思って、だから黙っているんじゃないと私は思うよ。黙っているのが楽だから黙っているんでしょ。でもそんな場合ではないんですよ、うん、でそれはもうちょっと勇気を出して、一人で怖かったら仲間を引き連れて声を出すということをしないと、うん、それは自分に跳ね返ってくるし、自分の将来の子供とか自分の次の世代にも跳ね返ってくることなので、うん、やっぱり、抵抗するスピリットっていうか、生きていくっていう、自分がその望んでいるものを、実現するっていうことは誰もやってくれない、自分たちがやるしかないことなんですよね。まあ、そのことが、もっと民主主義が進んだ国と違う。だって原発のこと反対したらテレビに出れない国って、そんなところに民主主義はあるの？うん、だからもっと自由に自由な国を、自由な社会を実現するためには私たちがそれを作るしかない。あの人たちは作ってくれないんだから。じゃあ行きましょうか。パレード始めましょう。NSFと、ありがとうございました。始めましょう。エネルギーのあり方を原子力発電じゃなくてエネルギーに変えていこうという実験するような事例がたくさんあります。ありがとうございます。はい、ちょっと前を詰めて歩きましょう。ダンボードなので、ありがとうございます。ありがとうございます。一人で
結構悶々としてたんですけど、一人じゃないんだなっていうのがすごくここに来て、胸がそれだけで泣きそうになっちゃいました。嬉しくて、今できることはやっていきたいなって、声を上げておかなければ絶対に後悔するなと思って、それで、はい、参加しました。本当に来てよかったです。50年後とか100年後の子供たちとか人たちに、世界を立ち切って、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、素敵な未来を作ってもらいたいっていう気持ちだけです、それがやっぱり大人の責任。全体で散らばってるのに、やると700人がここで来たんですよ。でだからここでやっぱり、こういう新宿とか渋谷とかじゃなくて、こうやって地域地域で運動を大きくしていって、でばもっともっと強い力になるかなっていうふうに思うんですね。だから、本当はこっちも来たかったんですけど、だけどやっぱその地域のね、方でやっぱりそれがやっぱり一番力になると思いますよ。各地域に行っていくっていう。だから、これからもそれは継続してやるつもりですし、だから、それでもっと大きな運動になって、ね、みんながここで集まったり、もっともっと強い力になると思います。